さて、ここからは二手に分かれる。みんな、頑張るんだよ。さあ。ミナトと離れたカカシたちは一路目的地カンナビ峡を目指した。時に対立し、それでも協調し、彼らは進み、果たして数日後ついに目的地の目前まで到達した。敵地を進む3人、ただならぬ緊張感が張り詰める。そんな中、それは起こった。リン！こいつは預からせてもらう。お前、リンに何をした？安心しろ。ただ眠っているだけだ。こいつはいろいろと使えそうなんでな。すぐに追いかけるぞ。おい、カカシ！カカシ？二人でこのまま任務を続行する。なんだと？お前何言ってんのか自分で分かってんのか？ああ。リンはどうすんだよ！リンは後回しだ。敵はこっちの作戦を知りたがってる。すぐに殺されることはない。それより問題はこっちの作戦が知れることだ。忍びなら任務遂行が絶対。それが掟だ。掟だ？今はそんなことより大切なことがあんだろう。リンはなんだ、同じ班の仲間だろう。俺やお前をずっと医療忍術で助けてくれた。ずっと俺たちを支えてくれた大切な仲間だろうが。それがリンの任務でもあった。もういい。お前と俺とは元から水と油だ。これ以上話しても時間の無駄だ。お前は何も分かっちゃいない。掟を破った奴がどうなるか。確かに忍びの世界でルールや掟を破る奴はクズ呼ばわりされるけどな、仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだ。俺はリンを助けに行く。リン！この女なら現実の中だ。術を解きたきゃ俺たちを倒さねえとな。だがそんなことお前にはできはしない。俺が必ず。お前一人で大した度胸だ。度胸があったとしてもどうにもならない。今のお前がまさにそうだ。お前の命はここで終わる。残念だがな。まだ腕が震え上がる。恐怖は自分の弱さだ。乗り越えろ、オビト。少しだけにも。もう少しで女を助けられるとでも思っているんじゃないか。冷静かなり考えも行動もガキだな。この俺が貴様ごときに本気を出しているとでも。意外と粘れ。どうやらお前を過小評価していたようだな。おい、
遊びはその辺でやめとけよ。ああ、忍法迷彩隠れの術。頑張れ、ホビト。私、ずっと応援してるからね。俺は、まだ…死ね！ココシ、どうしてここに？まあ、お前みたいな弱虫忍者一人に任せておけないでしょう。やつはガキのくせになかなかの実力を持ってやがる。念のためだ、アイザック。俺もやる。ここからは俺がメインで行く。バックアップ頼むよ、オビト。行くぞ！単純だろう。忍法迷彩隠れの術。しかしコナンは随分と人手不足みてえだな。てめえらみたいなガキを戦場に送ってくるなんて大きいじゃねえ。子供であろうと実力があれば実戦に投入されるのは忍びとして当然だ。関連システムがあんたの里とは運命の差ってことだよ。自重ですな、てめえは。気を抜くな。ちょっと恨みしたぜ。とはいえ、こいつら本当にただの鍵じゃねえな。蹴りつけてやるぜ。このガキやっぱ手ごわいな。大丈夫だ、この程度。死んだわけじゃない。それよりも気を抜くなよ、オビト。かえってこの状況は使える。俺が二人をやる。俺はいつも口先だけでみんなに助けてもらってばっかだけど、あの言葉だけは口先だけにしたくないんだ。死ね。その目は？オビト、お前、シャリンガンを。ここは、仲間は俺が守る。おいおい、マジかよ。やるぞ、オビト。
ああ。助けに来たぞ、リン。もう大丈夫だ。人質を救って油断したか。気緩めんのが少し早いんじゃねえの、この葉のガキども。ドトン、岩宿崩し。やばい、みんな出口へ走れ。大丈夫か、リン、カカシ、オビタ！クソ！やめろ、いいんだ、カカシ。俺はもうダメみたいだ。オビト！いや、そんな、どうして？俺が初めからお前の言う通りに一緒にリンを助けに来てたら、こんなことにはならなかったんだ。何が隊長だ、何が上忍だ。
おいや、忘れてたぜ。あれ、お前に承認祝いのプレゼントやってなかったな、カカシ。何がいいかずっと考えてたんだ。でよ、今思いついた。何？安心しろ。役に立たない余計なもんじゃない。この俺のシャリンガンをやるからよ。里の奴らがなんて言おうと、お前は立派な町人だ。それが俺の気持ちだ。受け取ってくれ。俺はもう死ぬけど、お前の目になってこれから先を見てやるからよ。リンを連れて早く離れろ。まだ敵の援軍が来る。オビト、でもいいから行け。リン、ドトン、熱の転生。早く捕まれ。オビト！カカシのやつとせっかく仲良くなれたのにな。リンには結局告白できなかったな。みんなともっと一緒にいたかったな。オビト。リンを頼むぜ。クソ、クソ、クソ。やるぞ。俺は死んだのか。ここは気がついたみたいだね。先生、どうして？この区内の樹式は俺が時空間忍術で飛び回るための目印なんだよ。じゃあ敵は？俺が全員倒したよ。リンは、リンはどこなんです？間に合わなくてすまなかった、カカシ。話は全部リンから聞いたよ。第三次忍海大戦、その長きにわたる戦いは名もなき多くの忍びたちの犠牲によって終結した。そして同時に名だたる英雄たち、語り継がれる伝説を残したカンナビ教の戦い。その日、木ノ葉隠れに二人のシャリンガンを持つ英雄が生まれた。
人はその名を慰霊碑に刻み、一人は後にシャリンガンのカカシと呼ばれ、他国にまでその有名を轟かせるのである。しかし時代の波はその英雄譚すらも非常の現実へと転戦させる。争いも苦悩も憎しみも途絶えることなく未だ続いている。